んにちは。今回は子グマの体を作ります。コロンと小さな胴体に短めの手足、お座りをした形に仕上がります。お尻の尻尾も可愛いですね。頭の部分は以前の動画を参考にして作成してください。用意する材料は子グマの主なカラーのマルショービーズ119粒、手のひらと足の裏のカラーのマルショービーズ20粒、胴体の中に入れる丸玉3ミリと4ミリを1粒ずつ、プラスチックの隙玉やパールなどで OK です。アンダービーズの隙間から見えてしまうので、中に入れた時色が目立たないものを選びましょう。ニボーテグス180センチ、胴体に60センチ、手足にそれぞれ30センチずつ使用します。動画では分かりやすいよう丸大ビーズと黒いテグスで編んでいきます。実際はクリアカラーのテグスで編んでくださいね。では早速作っていきましょう。まずは胴体を頭の下から編み出していきます。尻尾まで一気に1本のテグスで作っていきましょう。アニメレシピと照らし合わせながら進めていきますね。テグスを60センチにカット。頭部の下部分6粒でできた輪を拾いながら編みます。この6粒であればどのビーズから始めても OK です。動画では顔の前方向のビーズから拾っています。拾いにくい粒はビーズ用の針を使いながら作業しましょう。ビーズを1粒加え、テグスを交差します。テグスの端と端を持ってビーズをずらすと、テグスの中央にビーズを移動できます。ビーズを1粒テグスに加えます。隣のビーズを反対側から拾います。先ほど加えたビーズを進行方向に向けて拾います。同じ作業を繰り返して一周していきましょう。頭部のビーズは拾う向きに注意しましょう。テグスの長さがアンバランスにならないように、もう一方のテグスに持ち替えて作業しましょう。頭の6粒の輪に重なる感じで同じ6粒の輪を作っています。首の部分を作っているイメージになります。5粒編んだ状態です。あと1粒で6粒の輪ができますね。ビーズを1粒加えます。テグスはどちらでも OK です。隣のビーズを反対側から拾います。先ほど加えたビーズを進行方向に向けて拾います。ビーズを拾いながらテグスを移動させ、前面のビーズで交差させましょう。こんな感じにできていれば大丈夫です。今度はこの6粒を拾いながら編んでいきましょう。ビーズを3粒右のテグスに加えます。最後に加えたビーズで
テグスを交差します。隣のビーズを一粒拾います。ビーズを二粒加えます。最後に加えたビーズでテグスを交差します。隣のビーズを一粒拾います。ビーズを二粒加えます。最後に加えたビーズでテグスを交差します。隣のビーズを一粒拾います。ビーズを二粒加えます。最後に加えたビーズでテグスを交差します。隣のビーズを一粒拾います。ビーズを二粒加えます。最後に加えたビーズでテグスを交差します。隣のビーズを二粒拾います。ビーズを一粒加え交差させます。胴体が一段できました。この一段と同じ要領で下に向けあと二段編んでいきます。ビーズを三粒右のテグスに加えます。最後に加えたビーズでテグスを交差します。隣のビーズを一粒拾います。ビーズを二粒加えます。最後に加えたビーズでテグスを交差します。隣のビーズを一粒拾います。ビーズを二粒加えます。最後に加えたビーズでテグスを交差します。隣のビーズを一粒拾います。ビーズを二粒加えます。最後に加えたビーズでテグスを交差します。隣のビーズを一粒拾います。ビーズを二粒加えます。最後に加えたビーズでテグスを交差します。隣のビーズを二粒拾います。ビーズを一粒加え交差させます。胴体の2段目が編み上がりました。もう1段同じ要領で編んでいきます。この胴体の編み方は以前アップした動画うさぎの胴体の作り方と同じなのですが、中に入れる丸玉の大きさを変えることによって首や肩のあたりは細く、お腹とお尻のあたりは少しぽっこりといった感じに出来上がります。編み方を変えなくても中身を変えるだけで違う印象のフォルムが出来上がる便利で簡単な方法です。もっと繊細な表現をしたい場合は編み方を変えたり特徴ビーズを使用したりと、そうすることによってバラエティに富んだ個性あふれるテディベアやウサギを作ることができます。今回のコグマはできるだけシンプルに、使用するシードビーズはワンサイズのみだけど、どの角度から見ても可愛い、そんなモチーフをご紹介したくて作ってみました。シードビーズは値段もお手頃で
手に入りやすい材料なので、ぜひ気軽に始めてみてくださいね。上がりました。テブスの長い方を使って一周拾っていきましょう。テグスがお尻の部分で交差していることを確認しましょう。3ミリの丸玉を入れます。4ミリの丸玉を入れます。テグスをギュッと引っ張りましょう。テグスはそのまま胴体一番下の段に尻尾を編みます。尻尾は以前の動画でもご紹介した12粒で作る6面体ビーズボールの編み方です。6面体ビーズボールの作り方は2種類ご紹介しているのですが、どちらの方法でも編めますので、好きなやり方で作ってみてくださいね。今回の動画ではもっと簡単に編めるの方を採用しています。意外と編み出して作っていくことは難しいので、もし何度やってもうまくいかない場合は、胴体を作ったテグスを一旦処理して新たなテグスでビーズボールを編んでお尻にくっつけてあげてください。ビーズを一粒加え交差させます。ビーズの隙間部分に最終的にこのビーズを位置させます。それぞれのテグスにビーズを2粒と1粒加えます。テグスはどちらでも大丈夫です。2粒加えた方の最後のビーズで交差させます。同じように4粒の輪を3つ縦に連ねます。正面から見るだけなら尻尾はあってもなくても良い存在と思われるかもしれませんが、お座りの姿勢のモチーフを作る場合はこの尻尾が支えになって姿勢を保てるので、ちょっと面倒くさくても作ってくださいね。3つの輪ができたら、それぞれのテグスに1粒ずつビーズを加えます。最初のビーズを拾って交差させます。側面の4粒を1周拾います。
もう一度先ほどの一粒目を拾います。もう一方の側面の四粒も一周拾います。同じく先ほどの一粒目を拾います。ビーズを拾いながらテグスを移動させ、一番最初の一粒で交差させます。ビーズを拾って固結びします。あとはビーズを3から4粒拾ってカットします。次は足の工程です。お座りした形の足を編んでいきましょう。テグスを30センチにカット。真横の下の横を向いているビーズを拾って編み出します。編み出すビーズを拾います。上に向かって出ているテグスにビーズを2粒加えます。最後のビーズで交差させます。外側に向かっているテグスにビーズを3粒加えます。編み出す胴体のビーズを下から拾います。下に向かって出ているテグスに2粒加えます。最後のビーズで交差させます。交差するビーズが前方向に来るよう気をつけましょう。後ろで交差すると足が変な方向を向いてしまいます。足のビーズを2粒拾います。1粒加え交差させます。今回は1段のみのとても短い足になります。これがこの子の足の長さ。きちんと前に向けて編めているか確認してください。ビーズを4粒加えます。最後のビーズで交差させます。ここが足の甲の部分になります。この6粒を拾いながら側面を編んでいきます。
足の裏のビーズはビーズ裏と表記します。ビーズ一粒、ビーズ裏一粒、ビーズ一粒の順に加えます。最後のビーズで交差させます。隣のビーズを一粒拾います。ビーズ裏一粒、ビーズ一粒を加えます。最後のビーズで交差させます。隣のビーズを一粒拾います。ビーズ裏一粒、ビーズ一粒を加えます。最後のビーズで交差させます。隣のビーズを一粒拾います。ビーズ裏一粒、ビーズ一粒を加えます。最後のビーズで交差させます。隣のビーズを一粒拾います。ビーズ裏一粒、ビーズ一粒を加えます。最後のビーズで交差させます。隣のビーズを2粒拾います。ビーズ裏を1粒加え交差させます。かかと以外のビーズを拾います。足の裏が埋まりました。かかとの2粒を拾って交差させます。ビーズを5から6粒移動させてテグスをカットします。結ばなくても大丈夫ですが、不安な方は結んで処理してください。反対側も同じように作りましょう。最後は腕です。テグスを30センチにカット。足を編み出したビーズの2粒上のビーズを拾います。出ているテグスにビーズを2粒加えます。最後のビーズで交差させます。ビーズを3粒右のテグスに加えます。最後に加えたビーズでテグスを交差します。最初に拾った胴体のビーズ一粒を再び拾います。ビーズを二粒加えます。最後に加えたビーズでテグスを交差します。交差するビーズが前方向に来るよう気をつけましょう。後ろで交差すると腕が変な方向を向いてしまいます。隣のビーズを2粒拾います。
一粒加え交差させます。ビーズを3粒右のテグスに加えます。最後に加えたビーズでテグスを交差します。隣のビーズ一粒を拾います。ビーズを二粒加えます。最後に加えたビーズでテグスを交差します。隣のビーズを二粒拾います。腕が2段編み上がりました。手のひらの色のビーズを3粒加えます。最後に加えたビーズでテグスを交差します。隣のビーズ1粒を拾います。ビーズを2粒加えます。最後に加えたビーズでテグスを交差します。隣のビーズを2粒拾います。ビーズを1粒加え交差させます。先のビーズを拾って閉じます。から6粒移動させてテグスをカットします。結ばなくても大丈夫ですが、不安な方は結んで処理してください。反対側も同じように作りましょう。完成です。頭の隙玉にピンを通してキーホルダーなどにもできますので、好きな色で作って楽しんでくださいね。もっと早くこの動画を出したかったのですが、思った以上に時間がかかってしまいました。今、来年の干支、辰のかぶりものくまちゃんの動画を年内にアップしたくて作成中です。工程がたくさんあって複雑で心折れそうなので、ここでつぶやいて逃げられない状況を作っておきます。それではまた。いいね、チャンネル登録もよろしくお願いします。